釣れる自信がないとこんなにテンション下がるんだよ。じゃあ俺がやるでいいわ、任せとけ。あった。あれ皆さん、これね、何でか分かりますか？ライブ配信でも見せたんですけど、謎のあんこ。ライブ配信でちょっと愛のあるいじりをしたんだよね。愛のある、うん、愛のあるいじりをしたら、ささめばりさんからなんとメッセージ来まして、はい、今回あんこさん愛のあるいじりをしていただいてありがとうございますと。申し訳ないわ。いやいや、もうご丁寧に添えられてた文章の中に決してあんこさんの名前をもじったわけではございませんと。大丈夫、分かってます。分かってます。大丈夫です。はい、分かってます。ということで本日こちらの謎のあんこをですね、はい、これ針の方変えてあります。まあ鯉をね釣れるように改造もしてあるんで、まあ、こちらのあんこをねどこまでの大物に耐えれるかと。はい、でもちょうちんっぽいねこれ。そう、あ、いいじゃん、うん、はい、あそこら辺ねちょっともう見したいぐらいなんですけど、めっちゃ多いんですよ。どっち打ってたばいい。よいしょ。あー、はい、逃げた。どうも。見に来てる。なんだ。見には来てるね。あとじゃあそこで待ちましょうか。待ちましょう。そのサングラスよ。あられちゃんでお前出てきたな。お、なんか釣れてる、どんちゃん。ああ、どんちゃん、なんか釣れてるよ、それ。ああ、なに、耐久性あった。ああ、いつの間に、あれちゃん、ま、釣れたね。釣れたね。それ、緑亀。たもいる、やっくん、うん、降りれるよ、ここ、やっくんが。お、やっくんがじゃないでしょ。降りれるよ、やっくんがじゃないでしょ。ほら、ここやっくんが降りれるよ。いや、やっくんは降りれないよ。え、やっくん降りないよ。やっくんが降りれるよ、ここ。どれ、ほら、ここ、ほら、これやっくんが降りれそうな感じ。いや、じゃあこれ、俺が持ってればどんちゃんが降りれる。あ、じゃあうちがカメラ持てばいいのか。いや、俺がこうやって持ってるから。おー、押すな、お前。一緒に落ちるだろ。押したわけじゃない。押すな。よいしょ。落ちないようにね。うん、気をつけてね。ダメだったら引き返してきて。やめとく？やめときな。怖い。タモ使おう。タモ。ちょっと体重重くなっちゃったから。危ないって、ドンちゃん。危ないって。こいつ重。でっかい。めっちゃでかい。か。まさかね、カメさんが食っとるとはね。はい、ドンちゃん。あ、ライジャケしてね。はいはいはい、はい、ちゃんと取るかい。お、取った。 OK です。はい、おはようございます。そのシャツな。おはようございます。まあ、つこまんよ、あえて。よし、着いたね。はい、ってことで本日、はい、こちら謎のあんこですね。はいはい、まあちょこっとね、やってきたけど今ね、カメ釣れたけど、ね、カメ釣れたけどね、うん、はい、ってことで、やっと海に来ました。はい、ちなみにさ、はい、ここにさシルエットあるじゃん。お、ここには絶対的に映らないシルエットのものを釣るからね。あ、そういうことですね。ここにはちょっといないね、こう種類の、まあ、はい、戦士が出てくるわけですよ。はい、はい、そうですね。これを狙ってやっていきましょう。やっていきょう。おう、きょう。よし、はい、これあげるからね。はい、マイルド三脚2号。おお、必要ですね。どういうネーミングこれ。マイルド三脚2号。はい、マイルド三脚 OK。 さあ、果たしてまだエイは上がってくるのか。エイって言わないようにしてくださいね。エイかどうか分かんないんで、とりあえず。おー、もうさ、この景色さ、うん、あんこの視聴者だったらもうすぐ分かるよね。あ、ティラノがやったとこ。あ、エイだ、大物エイだ。で、視聴者って呼び捨てな。視聴者さん。あ、これ使うか、この色。お、かわいいな。夏ね。かわいいね。こんな感じで入ってんだよ。めっちゃかわいいね。30ポンドでいっか。30ポンドのちょっとごつめの糸に、さっき買ったね、この缶付きの針です。はい、わざわざスーパーで内臓取ってないやつください。そうなんですよ。よっ、おー、お願いします。おっとっと、汚物飛んでくるやつこれ。
触んな。ただいま30分ほど経ちました。もうかれこれ3時間ぐらい経ってますね。そんな感じですね。そんな気分にもなります。お、当たった。お、本当？ハゼかな、なんだろうな。さあちょっとどんちゃんがやる気が出てきましたね。うわ、どっからそのシジミはどっから出てきたの？ねえ、シジミどっから出てきた今。シジミ。さあ今ね、あ、ちょっと食べた、食べた。あ、お来た。おお、来た。ハゼだ。はい、サムネ。ハゼです。どんちゃん、こいつをじゃあ餌にしていくか。そうだね、生き餌で行きましょうか。行ってみましょう。およし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 。そうですね、はい、こちらで行きますからね。泳がしていく。よし、行ってこい。壁際にいるらしいんでね。おすごい。あ、押せなかんよ。おお、押せ押せ。乗った。やった。うん、やった。待って、メバル。メバルだ今度。ほら、二種目目メバルです。めっちゃ可愛 い。おっしゃー。待って、水が飛ぶよ。めっちゃ可愛い。ちょっと肌寒くなってきたね。ね、ちょっとばかしね。お、当たってる。あ、すぐ当たる、すぐ当たる。おお、タケノコメバル、これ。タケノコ？タケノコっすね。三種目目。タケノコメバルです。やる。やったー。ちょっと楽しいね。早く写真撮って、写真。いや。はい、オッケー。やったー。なんかこの謎のアンコウで釣るとまたちょっと違った特別な感じになりますね。あの一枚一枚さ、写真撮るときもさ、映える。あ、そう、映える。そうそう、それはある。ちっちゃな魚でも一緒にアンコウが写ってくれると映える。そこだけですね。いや、あと持ってるあの所有感というか。所有感、所有感というか、そういったのもあるんですけど、やっぱこうちっちゃい魚でも一緒に写真撮ると映える。そうなんですよ。あ、乗った。乗った。あ、ごめん。外した。乗った。お、おー。あ、サイズアップ。サイズアップ。ハゼ。ハゼでございます。これも写真撮りたいです。写真撮って。そう、このね、アンコウがついてるだけで写真撮りたくなるんだよね。うん。これ新発見ですよ、だから。いいわ。やってみて初めて分かったこと。あの小物、今までは写真撮らないものもこれと一緒に写真撮りたくなる。うん、しかもサイズアップしたか分かるもん、ほら。あ、アンコウとね、うん、照らし合わせるとね、分かっちゃう。おー、サイズダウンしたらバレちゃう。そういうことだね。バレちゃう、バレちゃう、バレ、バレちゃう。バレてもいいけどね。さあ、ユーカドンがノリに乗ってきましたね。あー、なんかニヤニヤこっち見てるぞ。もうユーカドンを調子に乗せるとね、もう海の魚いなくなっちゃうんでね。すごい、なんかこう魚の活性がね、もう急激に上がったね。持ち上げって言っちゃうか。そのシャツよ。ねえ、やめて、なんか恥ずかしいじゃん。じゃあなんで着てきた？やったー。もっと喜んで。やったー。はい、可愛く見して。はい、おめでとう。タケノコメバルだね。よし、じゃあ写真撮ってあげよう。ありがとうございます。はい、じゃあね。あ、ゆうかさんが何か発見したんすよ。ゆうかさん、はい、あれチヌじゃね。あ、チヌっすよね。なんかチヌっぽいの浮かんでますね。チヌっすね。食べれそうじゃね。オッケー。さあ、ユカドンが狙っていく。さあ、ルアーに変えました。風、あ、ちょっと違う。風受けるのがちょっと違う。激しい。ユカドン、神キャストでお願い。あ、そこです。ここ。
ちょっと違う。もうちょっと。ほら、むずいっしょ。来た。よし。ゆっくりゆっくり。ま、話題の死骸じゃない？話題っぽくない？くっさ、何ちゅうもん拾ったんだ俺ら。いや、くん、食えるとか言って。食えるレベルじゃないこれ、腐ってるわ。くっさ。すいません、これあのまたあれですね、魚の餌ですね、これも。くっさ。これはちょっとね、そのまま戻しましょうね。くっ。だってもう膨張してるもんね。うん、もう腐ってますね。ゆかどんさん。はい、遅くなりましたね。粘ったよね。粘ってる。だって見て、お月さんがあっちからあっちまで飛んだもん。お月さんがね。お月さんってまた変だけどね。お月さんが飛んだもん、ね、今日ごめん、みんなね、ちょっと最後大きいの出せれんかった、ごめん。でもまあ検証としては、まああの謎のあんこ使ってみて、うんうん、ちっちゃな魚でも写真撮りたくなると。はい、映える写真が撮れると。今回はそこが、はい、ね、いいところだった。そう、そこがやっぱこう分かったことが、まあ、重要ですからね。ね、はい、釣ってみて改めて思うよね。そうだね、うん、だからちっちゃな魚でもどうだと。はい。これでどうだと。いいんじゃないのこれ。そうだよ、ってなりますからね。あんこも可愛いんだよって。可愛いんだよなりますからね。ね、だから自分の好きなあんこを選んで写真と映えるやつをね、買うべきです。ちょっとグダグダだったけどね、今のもね。そうですね。はい。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。超過がなくても、チャンネル登録よろしくね。あ、いいね。コメントもいいねもしてね。してね。お願いします。ボツじゃなかったら、出てるからね。